はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、サンロードの花園です。それでは2024年6月1日ですね、ポッドキャスト始めていこうと思います。6月入りましたね、暑いですねって感じでね、サンロードはですね、5月決算で6月からね、新しい期が始まるんですけども、それに伴いましてね、ちょっと人事異動もございまして、お店の従業員がね、ちょっと移動したりしておりましてね、七時店と免田店のね、何人かがね、ちょうど入れ替わったって感じなんですけどもね、3人だったかな、ね、3人、4人入れ替わりまして、なんかね、朝から七時店に行って、やっぱりいつもの人たちと違うんで、なんか免田店にいるような感じだったですね。なんでね、もしかしたらね、お客さんもちょっと戸惑ったりするんじゃないかなって感じもしますけどもね、やっぱり地域密着型なんで、免田は特にですね、従業員とお客さんがね、やっぱ仲いいんですよね、地域密着型なんでね、もうほんとね、その辺がちょっとね、お客さんもびっくりされるんじゃないかなとちょっと思っております。まあしばらくしたらね、慣れるかもしれませんけどもね、というか自分も慣れなきゃなって感じなんですけどもね、もうほんと、6月に入りまして、ね、サンロードも新しい木になりましたんでね、またいろいろと、ね、個人的にというかね、新しいことしていこうかなと思っております。ね、ちょっと一つ、ね、CT の方でちょっとしたいなということがありまして、ね、ちょっと部長にはね、ちょっとこの機械使っていいって許可もらいましたんで、ね、近いうちにね、それ設置して、まあね、ちょっと、まあ、していこうかなと思っております。まあ、大げさなものじゃないですけどもね、デジタルサイネージですけどもね、今いろんなところでされてますよね、ちょっとそれをね、それの真似事みたいな感じになりますけどもね、ちょっとそれしていこうかなと思っております。また7時店におきましては、来週月曜日、ね、夜7時閉店になりまして、そこからね、レジ入れ替えまして、火曜日にね、レジ入れ替えっていうか、増設みたいな感じになるんですけども、セルフレジがね、7時店入りますんで、ね、その辺もね、ちょっと、ね、ね、使い方とか動画撮影して、また後々ね、配信していこうかなと思っております。ね、セルフレジ、ね、こっちのスーパーさんでもね、フルセルフなんですけども、1店舗かな？ね、他社さんで1店舗入ってるんですけどもね、あとは全部セルフみたいな感じでね、で、フルセルフルレ、フル、ね、フルセルフレジね、もう最初、初めて使われるお客さんはね、やっぱり戸惑われたりするかと思うんでね、ちょっと、そういうね、動画撮影して、早急にね、編集して、まあね、アップ、店内でも流すようにね、していこうかなと思っております。はい。ということで、本日はこれで終わりたいと思います。ご視聴いただきまして、ありがとうございました。またです。バイバイ。